ルス政府とは、明治初期において、明治政府首脳部で組織された岩倉施設団が、欧米歴訪中に、その留守を守るために組織された国内の体制を指す。明治4年11月12日明治6年。明治4年7月14日に断行された、廃藩置県の後始末が済まないうちに、岩倉施設団の計画が持ち上がり、岩倉ともみ、 大久保利道、木戸高吉ら明治政府を主導してきた首脳の多くが、加わる一大施設団となったため、施設団の外遊中の留守を守るとともに、廃藩地県の後始末を行うための組織として、大乗大臣三条耳を筆頭に、西郷隆盛、井上薫、大熊重信、板垣大助、江藤新平、大北加藤らによって結成された。施設団の出発前に、 各省、大介以上の政府交換が明約書を結んだ。その第6条には、内地の事務は、大使帰国の上で、大いに改正するの目的なれば、そのうち、かなり竹新規の改正を要す、からずとしてる主中に大規模な改革を行わないことを、訳する一方で、次の第7条には、廃藩地検の処置は、内地事務の統一に返せしむべきもとなれば、 条理を地く手順次その回を挙げ、改正の地方をなさしむべしとして、廃藩地県の後始末については速やかに行うように指示されていた。施設団出発後、留守政府は、学生、長兵令、地礎改正、太陽歴の採用、司法制度の整備、キリスト教弾圧の中止などの改革を積極的に行ったが、人事をめぐる問題と、西郷隆盛の県間問題をめぐって、 ルス政府と岩倉施設団の対立が激化して、明治6年政府に至ることになった。従来、ルス政府の改革については、大臣、参議、大助名役所、第6条に違反して、岩倉施設団の面々を無視する形で、ルス政府が、こうに流行って、無秩序勝手に行い、その結果様々な矛盾を引き起こして、政府内では、明治6年政府を、政府外では、 氏族反乱や農民一揆を引き起こす原因となったと、する見方があった。確かに学生や徴兵令、地租改正などは大規模な改革に相当し、一見すると名約書に反するようにも見えるが、現在ではこれは第7条によって規定された後始末の一環であり、岩倉施設団も事前に大筋で了承していたとする説が出されている。そもそも、廃藩置県によって、 従来の行政、司法システムを根本的に解体した結果、それに代替するシステムを早急に制定する必要性があった。学生や徴兵制は既存の犯行、反定に代替して作られた教育、軍事システムの一環であり、その準備は施設団出発前から行われていたものである。地租改正も電波た衛隊売買禁止令の廃止の方向が定まった。 明治4年9月に大久保利道と井上薫によってその方針が成員に図られ、施設団出発直前に井上と吉田清成によってその原案が作成されていた。また、廃藩地県や基礎改正を行えば、数百年に及ぶ封建制及び土地支配のあり方が破壊されてしまうものであり、武士、農民層に、 反政府行動に向かわせる可能性が高い性格の改革であった。この時期の政府がこの路線を貫徹させようとすれば、誰が指導者であったとしても、結果的に、士族反乱や農民一揆は避けられなかったと言える。そして、留守政府の施策中において、施設団出発以前に構想されていなかった、唯一の政策が施設団メンバーとの対立を引き起こした。 西郷隆盛の嫌韓問題であったのである。むしろ、政策以上に紛糾と対立を引き起こしたのは、財政と人事をめぐる問題であった。留守政府は、岩倉施設団派遣中は人事を凍結する約束であり、西郷隆盛に調整役としての期待が大きかったが、西郷自身が、共兵を維新の主軸に置いており、共兵を推進しようとする山形有友に対しては、 自説の種族主体の志願兵構想を撤回して、彼の構想する徴兵制の確立に協力し、山城屋事件で山形が辞任に追い込まれた時でさえ、これを擁護して山形をび落としを図る薩摩出身者をなだめている。その一方で、富国を推進する大蔵省に深い不信感を抱いていたため、成員や他の省庁との財政をめぐる対立で、井上、 渋沢が辞任に追い込まれた際にもこれを止めなかった。その上、山形辞任後その決を補うため自ら元帥に就任し、その政治力欠如を補うために、後藤祥二郎、江藤新平、大北加藤を参議に追加したことも、国外にいて、情報入手が限られていた、大久保、木戸の不信感を高めたのである。ありがとうございます。